はい、こんにちは。プリマザグ10番クリニックの大場です。本日は浦波村法と呼ばれる方法について、解説させていただこうと思います。浦波村法は、経血膜にですね、眼下脂肪の移動を行う手術になります。こちらはですね、この目の目袋が目立っていて、改善したい、このいわゆるクマ、影クマですね、このティアトラフと言われるこの溝とこの目袋が目立つ人に適した手術になります。で、皮膚の余剰が多い、シワ気になる方はですね、切除、皮膚の切除を伴う歯村法、表歯村、ですねをおすすめすることが多いですけれども、この浦波村法というのは皮膚のその余剰ですね、それほど多くないなという比較的若い、年代の方によく行う手術になります。はい、では浦波村法のですね、症例を狂乱させていただこうと思います。1例目はですね、43歳の女性です。目袋を、それほど重症ではないんですけれども、気にされて、この溝も改善できればということで浦波村を選択された方です。手術後1週間ですね、この方埋没法も一緒にやっておりますので、上眼圏ちょっとむくんでますけれども、下眼圏は比較的腫れが早く引いているので、それほど、痛々しい状態ではないかなと思います。はい、手術後6ヶ月ですね、下眼圏のその目袋の改善とこのティアトラフという溝の改善ですね、両方得られて、結果ご満足いただきました。はい、2例目です。41歳の女性です。この方も、それほど重症ではないんですけども、クマを気にされ、この溝も傷に気にされましたので、浦波村法を選択されました。合わせて眼圏活性の手術も同時に行っております。手術後1週間の状態ですね、上は眼圏下垂の手術によって、少しまだむくみがありますが、下の方はですね、比較的形態は整っているかなと思います。手術後5ヶ月の状態です。下眼圏、むくみも取れて、形態はとても安定、していると思います。目袋の方も改善して、溝も、目立ちにくくなりました。下まぶたのですね、お悩み、些細なことでも結構です。お気軽に当院までご相談にいらしてください。ご視聴ありがとうございました。